6mm 六角レンチを使用してトリガースクリューを取り外し、トリガーを外します。14mm レンチを使用してエアバルブを取り外します。スプリングをガン本体から取り出します。バルブシール交換工具を使用してリアシールを引き出します。エアバルブケージの交換はステムを抜き、ケージを取り外します。新しいケージをカチッと奥まで挿入します。リアシールの取り付けはバルブシール交換工具でしっかりと押し込みます。新しいスプリングを白いパッドが奥になる方向で挿入します。エアバルブアッシーを挿入し、 14mm レンチを使用して締め付けます。トリガーを取り付けて、6mm 六角レンチを使ってトリガースクリューを締め付けます。